皆さんこんにちは、 CA リポーターのゆっぴーです。今回の目的地 ISG 新石垣空港に来ております。ゆっぴー、前回の熊野古道でミッション返しということで黒い封筒を私受け取りました。はい、誰に渡したんでしたっけ？りょーちんです。今回はりょーちんにここ石垣島でミッションにチャレンジしてもらおうと思います。では今回の主役りょーちんに登場してもらいます。りょーちん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。ミッション僕やるんですか今回？そうです。今回はりょーちんにディレクターとしてかっこいい姿を見せてもらいたいと思います。頑張ります。頑張ります。はい、はい、ではりょーちん、ミッションの発表をお願いします。今回のミッションは冬の石垣島を PR せよ。今回はりょーちんがミッションを達成できるようにいろいろ企画をご用意しておりますので、頑張って魅力を PR していただければと思います。はい、冬の石垣初めてなんですが、頑張ってミッションクリアしたいと思います。ということで新石垣島空港に到着して、りょーちんへの一つ目の企画、りょーちん VS ゆっぴー釣り対決です。釣り対決、今回は先生に教えていただきながら2人で釣りで勝負したいと思います。釣りですね。釣りです。釣りは久しぶりなんですけれども、すっごい楽しみです。私は初めてなので、りょーちんに勝ってもらわないとちょっと困るかな。いや、負けませんよ頑張って、じゃあ大きい魚釣りましょう。負けません。では今回の釣り対決でお世話になる船に向かいたいと思います。行きましょう。 Go。 おはようございます。おはようございます。今回の釣り対決でお世話になる田中先生です。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先生、今日の海はどんな感じですか？はい、今日はもう全開に荒れてます。荒れてます荒れてるそうです今日は2人で釣り対決なので、はい、なんとか釣れるようにご指導よろしくお願いいたします。というわけでスポットまで到着しました。イエーイ。結構揺れてますけど、お二人大丈夫ですか？全然大丈夫です。今のところ大丈夫です。幼稚がちょっと怪しそうですけどでは早速ですが、ルール説明。今からこのスポットでお二人に釣りをしていただいて、より大きなサイズの魚を釣った方が勝利となります。自信ある人？はい、はい、では制限時間は2時間です。2時間。はい、はい。クラッチって言って、糸を出したり止めたりするものなんですけど、ちょっとこのカゴの部分はこれぐらいの距離まで持ってこようかな。この中に入れて、結構いっぱい、うん、で、あんまり入れすぎちゃうとパツンパツンになると出てこなくなっちゃうんで、はい、ぎゅうぎゅうに詰めちゃう人はここから出てこなくなっちゃったりするんで、それを回すと、あ、そうなってんだ。こうやって投入して、で今重りが海底に向かって落っこちてます。で、重りがそこにつくと、この出てる糸がトーンと止まるんで、それが重りが海底についた合図。ちょっとこう煽ってやると、あのカゴの中から餌が特にパラパラと出てるんで、で魚があの針を続くと当たりっていうのが来るんで、お、あ、今当たりましたね。これでは何が釣れますか？これだと沖縄県の県魚グルクンだとか、まあ、グルクン以外の魚も釣れると思うんで。では対決スタート。頑張るぞ。よし、じゃあ頑張って釣りましょう。負けませんよ。餌入れからいきます。
ッツゴー。はい、急いで。なんかつくねみたい。慣れないですけど、ね、なんかもうなんか釣れてる感じするけど絶対違いますね。あ、なんかブルブルってしてます。あれ、ユッピすげえ。めっちゃブルブルしてたんですけど。いない。あ、逃げられちゃいましたね。ブルブルってなります。わかる。ユッピブルブル感じました？いや、全く。勝ったな。持ちます。かわいい。釣れた、りょうぴー。かわいい。これは何ですか？ニジハタっていうハタで、ハタっていう魚の仲間です。これなんか俺も釣ってた。かわいい。入れてた。かわいい。すごい。超。いや、絶対バレたと思ったらついてました。クマドリっていうカワハギの仲間です。14センチぐらいですかね。赤いのは14センチで、はい、この子が12センチぐらいですかね。釣れました。赤いかわいいお魚が釣れたので、どんどん両親に負けないように釣っていきます。負けてますか？すごい。待って、もう無理だ。負けない。あ、負けないから。おお、これはベラの仲間ですね。大きいな。26センチ。26センチ。勝ちましたね、もうね。いやー、ちょっとこの僕が下手なのか、このスポットがいないのか分かんないですけど、全然かかんないです。結構みんな過酷に頑張ってんだなっていうのを自ら体験して、みんなの苦労が分かりました。やばい、このままじゃユッピーに負ける。大きいの釣れれるように頑張ります。釣れてくれ。次はね、結構海底ギリギリ狙いましょうか。よーし。これがね、バラハタ。バラハタ。うん、ハタの仲間でーす。さすが。すごすぎ。で、リリースしてあります。怖い。ゴー。そうね、地面から3回。3回ぐらい。あ、でも本当に。よし。おお、巻いて巻いて。おお。いますか？いるいる。いる。ゆっくりゆっくり。うん。これでも全然。いない？すごい、一気に軽くなっちゃった感じがする。あ、さっきと同じだ。じゃーん。巻いて。あ、これは乗ってるぞ。釣れた。ちょっと大きいかも。まあまあ、ここからラストスパートいきますよ。あー、釣れる気がしない。
来てるかな。どうだろうこれ。いや、いや来てんのか。あ、ちょっとちっちゃいけど。あ、200名。ちっちゃいけどようやく2匹目ゲットです。おじさんがおじさんゲットしました。15か、はい。5、6種類釣れてると思うんで、はい、沖縄のこういう釣りって 色とりどりの魚が釣れるっていうのがすごく楽しいというか面白いところなんで、はい、笛吹き合いの仲間、あとハタの仲間、ベラの仲間、あとおじさんも何種類か、姫路っていう魚なんですけど、はい、何種類か釣れたりもしてするんで、はい、そんなカラフルな魚ばっかり釣れるのってなんか沖縄らしいですね。ならではだと思うんで。はい、10分でいいですか。ラストチャンスもらっていいですか。じゃあラストちょっと頑張ってでかいの釣ってきます。いきます。よーいスタート。頑張れ。釣れてくれ。すげー。おー、かわいい。まだかわいいなー。では釣り対決から戻ってまいりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと一生懸命でね、私たち正直自分たちでは結果が分かってないんですけど、はい、対決はどうなったのか。ブルブルってなります。わかる。じゃーん。まあまあ、こっからこっから。おじさんがおじさんゲットしました。結果発表ですが、ゆっぴーが7匹、26センチ。おー、結構大きい。結構でかいですよね、26。でかいの釣れましたね。いいの釣れました。幼稚が4匹。おー。勝ったかな。17センチ。勝ちましたー。ゆっぴーの勝ちでした。どんまい。キャクルン。ちょっと対戦では負けてしまったんですが、久しぶりの釣りで、楽しめました。特に沖縄の魚は全部カラフルで、見たことない魚ばかりだったのでとっても楽しかったです。あと田中さんにガイドいただいて、安全安心に海釣りを楽しむことができました。また来たいと思います。はい、私は釣り初めてで、正直自分では何一つあんまりできずに、ただ竿を持ってただけっていう感じだったんですけど、でも本当に楽しくて、釣れた時の快感、これで皆さん釣りにハマるんだろうなという体験ができましたし、対決も CA リポーターの意地を見せて勝つことができました。釣りとっても楽しいです。皆様もぜひ石垣島に釣りしにいらしてください。では田中先生、今日一日お世話になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日はもうとっても荒れていて、中止にしてもいいかなぐらいの海峡だったんですけど、お二人ともちゃんと立ってご自身で釣りもされてて、とっても良かったと思います。ちょっとね、行ける場所が限られちゃったんで、はい、また海峡がいい時にぜひお越しいただければ、今日とは違う大きな魚も釣れると思いますので、はい、ぜひまたお待ちしてます。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。
では、りょうちん、今回の釣り対決は残念ながら私の勝利となりましたが、まだまだ他の企画も用意してますので、ぜひりょうちんにはこの先も頑張っていただきたいと思います。はい、この動画を気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。